徒労権の爪痕を残したいと思います。中国拳法の使い手瀬戸慎介、得意とする必殺技はカマキリ拳法徒労権だが、しかし前回大会で瀬戸は圧倒的に勝ったのだが、勝ちはしたものの徒労権を表現できたかというと、それは多分表現できてなかった。徒労権を試合で使えなかった瀬戸、そんな彼が訪れたのは中国武術の師匠東平浪氏。彼こそが中国全土から武術家が集まる全中国武術大会で優勝し、中国武術の最高峰武英級の称号を持つ達人。そんな師匠に前回大会を見てもらうと、ここはポーズしながら、はい、ポーズしながら、はい、あんま動かない、見てよく見てから、はい、ほらこれ来たでしょ、はい、うん、ここへ結構チャンス多いね。そうですね、ここ今ね、はい、そう手は、うん、はい、結構見たらすごくチャンスは多い、はい、うん、まあ勝つは当然だけど、老師の指摘を真摯に受け止める瀬戸、今度こそ中国武術で勝つ、その一途な思いで稽古に臨む。ここの動作、腹を動作ね、はい、はい、腹で、はい、打つ。そして東老拳に続く必殺技手長猿拳法通拝拳、接近戦じゃなくて遠い距離、遠い距離、相手の距離、攻めていく、ここの辺の攻めていく、頭の方に近距離の東老拳と遠距離の通拝拳、中国武術を実戦段階へと進化させ、盤石の体勢で挑む。